瀬戸勝恵は演出家。1988年、株式会社テレコムサウンズ入社。メディアとして、FM ラジオ局が開局するムーブメントの中、新たな FM ラジオ番組制作者を育成するプログラムを推奨していた、株式会社テレコムサウンズへの参加をきっかけに、FM ラジオ番組制作ディレクターとしての経歴をスタートさせる。以降、三年半の間に、 FM 横浜、JWAVE、FM 東京、JFN、FM 千葉など、関東エリアを中心とした FM ラジオ局で番組制作に従事する。3年半の制作者としての経験から、企画立案の重要性に着目し、独立を決断。1992年フリーランスの制作者としてのキャリアをスタートさせる。独立を機に映像メディアへの興味を持ち、 衛星派の映像メディアを中心とするプロデューサーとしてのキャリアをスタートさせる。映像分野に関しては、初動、プロデューサーとしての興味から、株式会社、MC ビジョンズという映像メディアの制作プロダクションでキャリアをスタートさせる。しかし、プロデュース業務を経験する中で、クリエイターとしてのキャリアへの返り咲きを模索。1993年からすべての業務を、 独立しフリーランスの演出家としてのキャリアをスタートさせる。ありがとうございます。